田が下げて山本シュート、背後にオフサイドをかいくぐってタリックが出てきます。町野コントロールショットだ。エースが自信を持って右足を振りました。シーズン13ゴール、ゴールランクトップに躍り出ます。町野、まあ、うまく出てくる相手を利用して背後を取って、そこからボールをつないだところからなんですけど、まあ、キックフェイントうまかったと思いますし、まあ、タリクが左にいるのでどうするのかなと思ったんですけども、まあ、多分ディフェンダーの立ち位置も見てコンパクトに足を振ったなと思います。肩が右利きなんでね、柏からすると後ろ向きにさせて下げさせてプレスはかけたんですけども、まあ、そこから蹴ったボールが一応タリクのところまで出てるんですが。